に披露曲が決定だ。皆様こんばんは。今年の紅白に初出場するベビーメタル、そんな彼女たちが当日どんな曲を披露するのか注目されていました。最近のベビーメタルのテレビ出演時の傾向だと多くのファンの方の予想はバカヤでした。そんな中、ザ・テレビジョンの最新お正月超特大号で彼女たちが紅白で披露する曲が発表されていました。それは紅白メドレー。初の紅白出場でベビーメタルが1曲で終わりだなんてもったいないと思っていた矢先に、まさかの紅白メドレーとのことで大興奮しています。果たしてどんな曲たちを畳みかけてくるのか、これは大注目間違いなしのメドレーになりそうですね。じゃ、今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。